こんにちは、着付け講師の素直です。今回は袋帯で扇太鼓にするやり方をご紹介します。自分で作る方法です。以前インスタグラムで写真をアップしたところ、動画希望というコメントをたくさんいただいたので、今回動画にすることにしました。この動画はこんな方にご覧いただきたいです。二重太鼓ではない結び方が知りたい人、華やかで大人っぽい感じにしたい人、後ろでやるのが苦手な人、そんな方にご覧いただきたい帯結びです。使うものはほぼ二重太鼓と一緒なんですけど、プラスアルファこのゴム1個あればできます。余分に紐とかを用意する必要はありません。とっても簡単なので、いろんな方に挑戦してみてほしいです。それでは早速始めます。スタート。まずは袋帯を仮畳みにしておいてください。やり方はこちらの動画で紹介しています。仮畳みしてもしなくてもどっちでもいいんですけど、やっといた方がまあやりやすいと思います。そしたら手先、タレとは逆の方です。こちらを肩にかけます。どっちの肩でもいいんですけど、輪が外側に来るようにかけましょうね。輪っていうのは折り目が外側に来るように、どっちでもいいです。かけます。どれくらいかけるかっていうと、だいたい伊達締めの上線に来るぐらい肩にかけます。そして折らずにそのまま進行方向を変える。こう折らないですよ。難しい人はここにクリップ止めるといいと思います。そして一周巻きますね。手を遠くまでこう持っていって脇で挟んで、でピュッと拾うと簡単に巻くことができます。袖が邪魔っていう人結構いらっしゃるんですけど、こういう風にやってシュシュとかで止めといたり、クリップで挟んどくとやりやすいと思います。じゃあ一周巻きました。輪が下になってることを確認してください。そして一旦胴体を引き締めます。帯は必ず下を持ちます。今肩とは逆の方向まで巻いてます。そしてここクリップ止めた人は、クリップ止めた場所、曲がってるところですね、ここをしっかり持って、こっちは固定して、こっちを横に引っ張ります。ギュッ。でもう一周巻くんですけど、緩むのが嫌な人はここクリップ挟んでください。こっから幅出しをします。幅出しというのは帯幅を広げて幅の割合を多くすることです。袋帯の場合はどんなに小柄な方でも2センチぐらいは幅出しした方がかっこいいと思います。でね、幅出しするんですけど、ここでこんな感じちょっとだけ折り目をこう広げて帯幅を広く見せるんですけど、このまま後ろ同じ幅にしたいんですよね。なのでさっき折ったこの分量とこっちの分量を揃える。そうすると後ろの幅がずっと一緒になってくれます。これは大体で OK です。この時に帯板を入れますね。今ね、後ろが二重になってる状態です。で肩と同じ方に帯が回ってきたら、この帯板を背中にシューッと流します。後で回すんで、前に来た時に帯板が来るようにね、今背中に入れました。 OK。 今ね、帯板大きいやつ使ってるんですよ。なのでちょっと帯板がはみ出てしまうっていう時は、できる人はでいいんですけど、こう幅出しをチュチュチュッとやり直してください。もし後ろでやるのが苦手な方は、ここまで戻ってもう一回こっから幅出ししてっていう風に丁寧にやっていくといいと思います。そしたらお腹までかぶせます。肩とは逆の方向まで持ってきたら、もう一度引き締めますね。帯は下を持って、で最初の折れてるところ、1枚2枚3枚目のところ、ここです。結構上がってた。ここをしっかり掴んで、こっちは固定して、こっちを横に引っ張ります。ギュッ。そしたらここをギューッと引っ張ったまんま、肩にかかってた帯を下ろして、でちょっと引き出します。ここをね、キュッて、こんだけ今引っ張れたんですよ。キュッて引き出します。もうこれ以上はいかへんっていうぐらい引っ張って、真下に下ろす。そして折り紙みたいに畳む方法でやりますね。ここのラインでこう折りたいんです。これをこっちと一緒くたに一遍に行きます。やってみます。まず角っこ、この今ギュッて引っ張ったこの角っこをチョコナンって押さえて、こっち今引っ張ってるこの帯を真上に上げる。そうするとじゃーん、手先が横っちょ向いてくれました。これ後ろでやるのは苦手な方でも前でやると分かりやすいと思います。もう一回やってみますね。ここをしっかり引っ張った状態で手先を下ろしました。角っこ押さえます。こう持ち上げる。もう折り紙みたいに、こっちをこうやってからこの線に合わせて折り上げてもいいです。
タペタ折ってみましょう。そして仮紐の真ん中を持って今手を当ててるところ、ここちょっと分かりやすいようにこっち持ち上げます。ここのところに紐の真ん中を当てる。そして帯の2センチ下で結んでください。で、後ろで結ぶのが苦手な方はこれをギュッと横にずらして横っちょで結んでも OK です。でこの紐きつく結んでくださいね。どうせ後で取るんでしっかりきつめに結んだら、そしたらこの手先短い方を輪っかに引っ掛けときましょう。この輪っかに引っ掛けて邪魔ならへんようにします。もうここまでは二重太鼓と全く一緒、二重太鼓でもお太鼓でも一緒です。こっからが扇太鼓のやり方になります。帯枕を準備してください。あらかじめ帯揚げを絡める方もいらっしゃると思います。そういう人は帯揚げ絡めて、でゴムでいつも通りこういう感じでセッティングしとか貼るといいと思います。私は途中で帯揚げを変えたくなったりとか、あとこのゴムが見えてしまうのが嫌なのでこうしてます。帯枕にゴムを通す、で後から帯揚げで隠します。今日はこの方法でやりますね。で帯枕を当てるんですが、ここで帯の折り目をちょっと考えたいんですね。よくこう二重太鼓とかするときになんか線が入ってしまったりすることありません？例えばこれやと今ここにね折れ目があるんです。これね折れ目がちょうどこのお太鼓のとこに来てしまって、後からあーちょっと格好悪かったなーって思ったりすることあると思うんですよ。これを回避するためには今どこにするか決めます。まずはこの折れ線は絶対避ける。この折れ線が終わるところらへん、これよりも先っちょでやると綺麗になります。でプラスアルファ今折り目をこう確認するんですね。で今ここで折れてる、ここに折り目があって、で結構長さは今膝下ぐらいまであります。だから全然長さは余裕があるから、じゃあこの折り目より下でやる。で畳じわがねこことここについてます。なのでここを出すと一番綺麗ですよね。しかも柄が今こことここにあるから、この柄を出したいっていう風に考えます。じゃあこっちの柄を上に持ってこようっていう風に思ったら、こっちの柄がこう上に来るように上線を今決めてます。出来上がりで言うとここの部分を今考えてますよ。で扇はどっちに出してもいいんです、左右。だからここの柄でどっちに扇を出すかを今考えるといいと思います。柄が今ここにあるんで、こっちをこうクシュッとしたらちょうど柄が出てくれますよね。こっちをクシュッとしちゃうと柄が潰れてしまうんです。それを考えてこっち折ります。上線決めたらこの親指分を持ってクシュッて、こんな感じ、親指入るぐらいの長さにこう畳みます。でひだはもうここちょっと出るぐらいでいいかな。親指がごそっと入ってちょっとだけここもう指の幅より狭いぐらいここを出す、こういう感じでひだを取ります。そしたらここに帯枕を当てますね。枕の向き OK ですか？お山が上でぺっちゃんこが体にひっつく面です。この向きに気をつけてこの上線に帯枕を当てますよ。でさっき決めましたよね、この柄がてっぺんちょになるようにっていう風にこう帯枕を当てて、で帯の上できたらこの帯より上に乗っかるように当てます。でこのままずっと後ろに持っていって結ぶんですけど、後ろで結べないっていう人はこうするといいです。ここをね今わしづかみにしてますよね。でこっちも枕ごとこう持ちます。でずい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 ってずらしちゃう。そして横やったら結べると思うので横で結びます。これ帯の上の方でやっちゃうと後で回す時に大変なんで、帯上でこの紐と一緒、帯より2センチ下ぐらいで結ぶと後で回す時に一緒に回ってくれるんでやりやすいです。帯枕の紐結ぶんですが、めちゃめちゃきつくいきましょう。体から一旦剥がしてもう一回締める。でしっかり結びます。これが緩いと形が決まらないんで、めちゃめちゃきつくいっといてください。でこんなとこでやると後作りにくいから元に戻しますね。帯枕の結び目を持つ、でさっきと一緒、帯と帯枕を一緒くたに持つ、で元に戻す。
そうすると後ろでやるのが苦手な方も簡単にできます。帯より上に乗っかるようにしてください。これで扇太鼓の上線が完成しました。では次に扇の部分を作ります。写真で言うとここの部分です。帯をずっと先っちょまで伝ってここでひだを取りますね。まずは真半分に折ります。表が外になるように折ります。で、だいたい一手幅15センチぐらいのところをこうつまみます。第一関節ぐらいかな。つまんだらどっちからでもいいんですけど、ひだを取る、こんな感じ、5個ひだを取ります。で、左右は折り上げます。 OK、 反対もこの第一関節分折り上げて、で、端っこはピョンって上に上げる。こんな感じ、1,2,3,4,5 個ひだができるようにしましょう。最後は折り上げてます。こんな感じで全部同じ幅にするとかっこいいです。で最後までピシッとこう持っていっとくと仕上がりも綺麗になります。でこれをね、どっちでもいいんで手で掴んどいて、こう変なねじれ方しいひんように巻きつける。でこのひだをプシュッと折れ目を作った方向にひだを出します。でこれを帯枕のゴムにここに引っ掛けます。こうやって引っ掛けるだけ。そして帯枕の下にこう出るようにしときましょう。これで OK。 帯はこんな風に全部こうつながってます。ぐるんぐるんねじれてないことだけ確認してください。そしたら私はここで帯揚げを使います。このゴムがはみ出るのが嫌なので帯の中に帯揚げを通して、で枕をしっかり包みます。だいたい真ん中になってることを確認して、でもう簡単に後でやるんで適当に仮結びしといてください。これで上カバーが完成しました。次下カバーを作ります。こうしたいんですけど、この下線が今ぐちゃぐちゃですよね。なので一番下のここをしっかりビシッと横にパーンと貼ります。でタレを決めます。まずこの一番内側に来てるこの続きのところ、ここをしっかり開いて、でタレ線を決めるんですが、長さはここおはしょりのこの高さにしたい。こっち側をズイズイズイと上げるとタレの長さがこう変わります。おはしょりのところめがけて、大体でいいんですけどタレ線を決める。で今ちょっとぐしゃっとなってますよね。そういう時は外側から引っ張って長さを取りましょう。内側はどうしても折れてるんでクシュッとなりやすいので、まあ、帯が余ってるし長さは足りるからピシッと垂れ線を決める。こうやりにくい人はここで仮紐をここに打ってもいいと思います。今回仮紐を使わずにやっています。でこうやって垂れ線が決まりました。じゃあここをしっかり手を当てて、でもう一個ここに手を入れて、こうお太鼓の大きさを作ります。でこれがだいぶお太鼓がこう大きくなっちゃったら、中のこっちの手をちょっと上にずらすとお太鼓がちっちゃくなるんで、こういう感じでお太鼓の大きさをこう作ります。形作りました。あとはもういつもやってるお太鼓と全く一緒。この中に手を入れて、手先ありますね、手先を入れます。針紐はもう外しちゃってください。後で外してもいいけど、ちょっと今ややこしいんでこの紐を取ります。ではこの手先をこのまんまこう外側に折って、トンネルの中に入れますね。下線に合わすように入れることがポイントです。ではこの手先を押さえつけるように帯締めを当てます。こういう片一方にポイントが入ってる帯締めの場合、このポイントが左側に来るようにしたいんですね。なので今は前結びなので逆になります。ちょっとややこしいけど、柄がついてる方が右に来るように前で通します。こっちにポイントが来るように、で手先のど真ん中、反対も手先のど真ん中に来るように帯締めを当てて、後ろで結べる人は後ろで結ぶ、無理な人は帯締めをわしづかみにしてぐるっと横にずらしてここで結んでも OK です。後で前に回した後に結び直しますね。蝶々結びでも何でもいいんで、とりあえず固定しときます。でこっからゆっくり形作っていきます。扇が出るように綺麗に直します。扇太鼓の形のポイントはまずタレの長さですね。だいたい人差し指になるぐらい、二重太鼓と一緒です。
でここひだは今ちょっと引き出すとよりかっこよくなると思います。ここがでこの幅が本来の帯幅より折ってるから狭くなってます。そしてこの扇はちょっと丸めた方が可愛い。でこれがビョーンと飛び出てるといびつになっちゃうので、このてっぺんと下がちょうど収まる感じ、下は出ない方がいいと思います。ここに隠れるぐらい、こっちはまあちょこっと出てもいいと思います。お好きな形に今作ります。よしできたと思ったら後ろに回します。ただ後ろになかなか回ってくれなくて汗だくになっちゃうこともあると思うんです。そういう時はこれツルツルの帯板を使うと簡単に回ってくれます。やってみますね。まず伊達締めと帯の間に帯板を斜めに差し込む。シュッシュッシュ、こんな感じで、まあ、ちょこっとはみ出るぐらいにしときましょう。後で取ります。では時計回り、上前の襟、左襟に合わせて回しますね。帯は上ガシッと持ちます。この時帯板より外側にある帯を全部持ちます。これとかも一緒に。そして反対の手は帯の下線を持ちます。この時1枚2枚帯を2枚しっかり持って回します。よいしょ。今帯板をかませてるんでスルリンスルリンと回ってくれます。そしたら一旦左に行き過ぎて、で反対ちょっと戻して中心になるように決めましょう。ここを触ると中心がどこかわかると思います。タレ触って、ここのところも触って、どこについてるかなってこう体を触りながら確認するといいです。鏡見るとややこしいんで、そういう風にやってみてください。そしたら帯板を外します。ふう、出ました。でいろいろ紐を直していきますね。まず一番肝心なのは帯締め。この帯締めが取れると後ろゴロンと取れてしまうので、まず帯締めをやり直します。この時帯の重なりがこうずれてる場合は帯締めする前に直しましょうね。で幅出しもまっすぐこう均等になってるか今確認をして、で帯締めします。柄ちゃんと左に来てますね。長さ揃えて、帯締め OK。 次帯枕です。これが緩いと上線が下がってきてしまうので枕はきつめに直しましょう。帯枕の紐を横に持ってグイッと上げます。するとお太鼓の上線がグッと持ち上がってかっこよくなります。でしっかり前に引っ張ってから結びます。真ん中がゴロゴロなると痛い人は横ちょでこの辺とかこの辺で結ぶといいと思います。そしてしっかり中に入れ込みます。だいぶできてきた。そしたら最後帯揚げをします。帯揚げもグッと上に持ち上げてから これで扇太鼓の完成です。じゃあ最後に忘れずこのクリップを外して出来上がりです。というわけで今回は扇太鼓の結び方をご紹介しました。二重太鼓より華やかに、でもお太鼓ベースになっているので控えめな上品さがあります。振袖の代わり結びみたいな豪華な感じとは違って凛とした感じを出せると思うので、ぜひ訪問着とか付け下げなんかに合わせてみてほしいなって思います。扇形は縁起もいいのでちょっと改まった場所とかに花を添えたいなという時にぴったりだと思います。ただし1個だけ注意点があります。ひだをこう取ったりとか折り目をつけたりするので帯に跡がついてしまうっていうところを注意してください。あらかじめちょっとひだを取ってみて折り線があまりにも目立つ帯であればそれはやめておくとか、二重太鼓用に大事に取っておいている帯やったらまたちょっと違う帯でやるとか、そういったところに注意してもらうといいと思います。お家に眠ってる袋帯がどんどん活躍したら嬉しいです。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。バイバイ。